はい、皆さんこんにちは、村長です。先日よりスタジオ1ということだけではないんですけれども、コードトラックとそしてミディのコードデータ、これらをうまくルーティングさせて、とっても時短でクールな DAW の使い方という動画を2つぐらい出しています。じっくりはその部分を見ていただくとしまして、今日はその部分は簡単に言うんですけれども、 99.9% ちょっと言い過ぎかな、そのぐらいの方があまりやっていない、でも知っていたら便利なチップスをお話ししたいと思います。村長ミュージックスタジオ。今状況をご説明します。トラックの上の方にはコードのトラックが書いてあります。コードのトラックは一旦消してしまいますけれども、スタジオ1ではコードトラックをこのように引っ張ってくるだけで和音を表示することができます。その先日からの動画にもありましたように、ここにはミディポリッシャーというこういう道具が入れてあります。これはルーティングとかさせるのにとても便利で、 CPU パワーはほぼゼロというような軽いインストゥルメントでして、インストゥルメントと言いましてもこれは音源ではありません。 MIDI のデータをフィルターをかけたりオクターブを変えたり、そういうことができる機能のものです。簡単に説明しますと、この MIDI ポリッシャーのところにあるコードですね、このコードを今ここにロイヤルというベースを入れてあります。 UJAM のベースというのはこういう白玉の和音ですね、いわゆる全音符和音を指定するだけで演奏ができるようになっています。このミディポリッシャーを使わないときは、これを例えばここに持ってきたらこれで演奏ができます。ちょっと聞いてみてください。はい、このように演奏ができるんですね。これは UJAM ユーザーさんのほぼ全ての人がこのやり方でやってると思うんですね。でも僕はこれをミディポリッシャーのところにこのように入れてあるわけです。ここにミディがないのにどうするのということなんですが、この VB ロイヤルのインですね。このインのところにミディポリッシャーから送られてくる音を拾いなさいというふうにインのルーティングをしてあるわけですね。そうしましたらここにあってもですね、 VB ロイヤルが音が鳴るわけです。はい、ここまでいいですか。ここまでとっても重要ですし、この詳しい説明がわからなかったらですね、僕の動画を見てください。概要欄にも貼っておきますので、こういうふうにミディポリッシャーを使えばルーティングができるというお話です。でもですね、よく今度は VB ロイヤルの画面を見ていてください。特にこの Am のところとかに来た時に見ててくださいね。はい、これがですね、ラーから始まるので、ラー、これちょっと薄いけど見えますかね、ラー、ドー、ミーですよね。そしたら、もしこの Am が Am7 であったら、サウンドが4つの和音で構成されます。いわゆるテンションがつくからです。そうしまして、これをちょっと置き換えます。そうなるとよく VB ロイヤルの上の方を見ててください。そして Am7 を通過するときよく見ていただくと、はい、これじゃ Am にしかなっていません。 Am7 ではないわけですね。こういうときはオクターブを下げたいじゃないですか。こういうときにミディポリッシャーをいくつか入れたらいいわけです。で、ここに一つ入れてあります。
これはマイナス24になっていますが、これマイナス24ではダメです。1オクターブだけですからマイナス12とします。このようにしまして、 VB ロイヤル、これをですね、ミディポリシャーの2番目からこのように読み込むようにすればいいわけです。もちろんミディポリシャーの2番にはミディがないですよね。ここないですから、このミディポリシャーの2番というのはどうなってるかというと、このインがミディポリシャーの1から読み込みなさいというふうに指定してあるから、これでちゃんと音が鳴るわけです。ここよく押さえてくださいね。ミディデータはミディポリシャーの1個目にしかありません。1個目にしかないですけれども、この2個目のミディポリシャーはその1個目からインプットしていますので、ですからミディポリシャーの2というのも機能するわけです。その機能したこのミディポリシャー2からこのように読み込めばいいということになります。そうするとここがオクターブ下がります。よく確認してください。そうすると Am7 も出てきます。はい、4つになりました。こういうふうにもなりますし、まあちょっとこれおかしいかも分かりませんが、A7+4 というのにします。これもこの鍵盤を見ていただくと4和音ですよね。こういうふうに、そしてこういうコードもここで、もちろんこれを置き換えないといけません。こうしましたらここを見ててください。はい、このように4つの音で構成される和音で鳴ったということになります。このようにオクターブを変わったものを作っておきたいわけですね。例えばエクスパンド2というシンセサイダーを入れてあります。これをオンにしました。これで今回どんな風になるか聞いてください。今ですね、エクスパンド2は今度はどうなってるかというと、ミディポリッシャーの2番目で鳴らしました。そしたら今度は1番にしましょう。1オクターブ上がります。こういうような。はい、ちょっとさっきより高い、明るい感じになりましたね。今度は2オクターブ下がったものを作りたいと思ったらどうすればいいでしょうか。インストゥルメントの中にミディポリッシャーありますね。ミディポリッシャーはまた概要欄に貼っておきます。これ無料のソフトで、有名なプラグインブティックさんからフリーで使えるソフトです。ここにミディポリッシャーをもう一個足します。はい、そうしまして、このルーティングですけれども、今すべての入力になっているのをミディポリシャーの1個目だけにしかないですから、これを選択します。そうしまして、このミディポリシャーはここをマイナス24と2オクターブ下げます。そうしまして選択をすると、この3番目ですよね、この3番目をインにするとこんな低くなります。はい、今鳴りませんでしたね。はい、わざと失敗したんではなく、僕がボンミスをしました。これなぜ鳴らなかったか、ここのモニタリングができてなかったからです。これをしないとなりません。皆さんも注意してくださいね。じゃあこれで低くなりました。
途中で変えます。また変えます。はい、また下げます。便利ですよね。今まで多分皆さんはこのリージョンをですね、このようにミディピアノロールを出してですね、これを選択して、そしてオクターブ上げたりオクターブ下げたり、こんな風にしてたわけですけれども、これをしなくてもですね、ここに3段階のオクターブが3つあって、そしてここのシンセサイダーのインプットでここを選んだり、さっきのようにベースソフトですね、このベースソフトなんかもどこの領域を引かないといけないという約束があるのでですね、そしてこんな高いところでやってるとですね、セブンスコードが入らなかったりとかするので、オクターブ下げたいとか、いろんなルーティングの要望が出てきます。そんな時にこのようにミディポリッシャーを3種類入れておくとですね、とっても便利だということです。スタジオ1の6からこういうアイコンが使えるようになりましたので、アイコンも入れておきます。わかりやすいですね。そうしましてなんですが、今までこれ5分か10分話しましたが、今日の本題はここからなんです。ここまでのことは昨日一昨日ぐらいの2つの動画でですね、これは皆さんも見てくれてる方は勉強していただいてると思うんですね。でもこうやってですね、これした時にどれが1オクターブ下でどれが2オクターブ下かやってるうちにわからなくなりませんか。これはですね、ここのトラックの名前を変えたところでどうにもならないわけですね。そこで 99% の人はやっていないだろうというのはですね、ミキサー画面を出しまして、ここにインストゥルメントがありますよね。インストゥルメント出ていない人はこの鍵盤マークを押してくださいね。そこにミディポリッシャーがこのように入っています。ここのところでね、名前を変えるということなんです。インストゥルメントの名前なんてほとんど変える人はいませんが、これを変えればですね、例えばこれはミディポリッシャーのですね、ベーシックということで BC と名前を付けておきます。アンダーバーを付けておいた方が分かりやすいですね。これベーシックということです。そしてこちらを見たら、これはマイナス12ですので、このマイナス12のミディポリッシャーの2番ですね、その2番はここで名前をですね、ミディのマイナス12とかですね、このように名前をつけておいて、そして今度はこれですね。でこれはですね、ここでこういうふうに名前の変更というのもいいんですが、これをクリックしたらですね、ここに今これがミディポリッシャーの3となってますよね。これが3番なんですけれども、この左の領域でやってるとややこしいので、今ミディポリッシャーの3でここでやればさらに分かりやすいということで、これでミディのマイナス24、このようにすると名前がちゃんと付けられましたので、今度からエクスパンド2で選ぶときにこのように分かりやすい名前で、あ、これはオクターブ下だなとか、これは基本になるやつだなとか、このように選択ができるようになるので、とっても便利だということです。皆さん、このようにインストゥルメントの名前というのを管理すると便利です。例えばエクスパンド2にしてもですね、ここでエクスパンド2というのを、まあ、名前を忘れる方はいないと思いますけれども、
これをシンセとか自分が分かりやすい名前に変えればですね、このようにインとかアウトとかルーティングをするときにシンセとかそういう名前でですねできるので、とっても便利になるというのが今日のお話です。最後にですね、これらを全部入れてみたらどんな感じの音になるか聞いてみてください。今はこのワンというパーカッションと、そしてベース、そしてギター、そしてエクスパンド2、これでやります。はい、ちょっと低すぎますよね。このエクスパンド2という音源はですね、とても多彩です。例えばリズム入りなんていうのもあります。リズムを切ります。はい、リズムを上げますね。このように4チャンネルのシンセサイダーになっていますので、もう初めからリズム入りとかいうのもあるわけですね。エクスパンド2はとってもイメージを沸かすのにすごくいいですし、何せ安い時はですね1000円とか500円で買えるのでですね、皆さんこれはキャンペーンがある時にはぜひとも1本持っているといいですよ。はい、こんな感じもできます。完全にドラムも入ってますよね。これは合わないかな。なんか綺麗ですよね。クリスマスソングなんかにいいですよね。これはシンセっぽいですよね。もうやってたら飽きないですね。今日はいろいろ話したように思いますが、一番の肝、これはですね、インストゥルメントの名前を変えよう。 99.9% の人がやってないようなことですけれども、ちょっとしたことだけれども、ルーティングにはとっても便利で迷わない。1週間後、1ヶ月後に見直してもですね、何が何かわからんようになるんですよね。これがこんな名前がミディポリッシャーのカッコ1とかでしたらですね。でもこういうふうに名前をつけておいたらとっても便利という話でした。ちゃんちゃん村長でした。